どうも、オナです。もう皆さんね、ご存知の通りですね、大阪が12月15日まで、外出自粛要請ということで、いや本当に非常に残念ですね。残念っていうのはね、仕方ないことではあるんですけども、ちょっと最近私もね、結構こう企業と一緒に動画撮ったりとか、子供が生まれてから家にいることがかなり多くて、ただこうなんかね、他の会社と一緒にやってる時はこう出かけようかなっていうような感じでやってたんですけれども、実は12月も本当はいろいろね、こう面白い企画っていうのをですね、自分自身でも考えてたりとかしたりとか、あとは一緒にやるみたいなこともですね、ちょろっとあったんですけども、それもね、残念ながらもう全部キャンセルということで、それはもう以前から数日前ぐらいからもうね、大阪がこんな状況だということで、もうちょっと落ち着いてからしようということで決まってたんですけども、今日ね、改めて12月3日にこの動画ね、撮ってるんですけども、外出自粛要請ということで、いやー、ちょっとこれ今汚れてるのはちょっとごめんなさい、子供のあれです、気にしないでください。ということで、こうやってね、子供も生まれましたし、あとね、妻も一人ね、子供を任せるわけにはいかないんで、いい期間と思ってですね、12月15日まで一応ね、決まってます。延長とかもね、あり得るかもしれないですけども、とりあえずはね、その通りに、私もできるだけ、家にいようかなというふうに思っております。ただね、一部、どうしても、仕事という形で出かけないといけなかったりとか、もうちょっとこれは外せないなとか、そういったところはですね、いくつかあったりするんで、ちょっとそれだけはご勘弁いただきたいっていうところと、あとは、これからちょっとね、また多分私、この動画出してからね、また動画投稿っていうところもですね、続けてはいくんで、最近は2日に1回とか、ちょっとだいぶ減ってるんですけども、それはね、仕方がないんですけども、動画ね、出していくんですけども、その動画に関しては前に撮ったやつとか、そういったところもあるんで、それはちょっとね、ご勘弁いただければなっていうふうに思うんで、ちょっとそこだけ、お伝えしておこうかなと思って、今回ですね、動画撮っております。いやー、本当にね、本当に、もうこればっかりはもうね、そうだね、辛いですね、いや本当に。これからね、旅行業界を盛り上げてっていうか、YouTube でどんどん活動できるぞっていうふうに自分自身思ってたんですけども、冬になってね、特に大阪がということなので、いや本当に、でもね、私もこうね、子供生まれてから看護師さん、お医者さんにですね、いろいろ助けていただいて、子供をね、今なんとか無事に家で過ごせてるということなので、本当にだからね、そういった医療崩壊っていうのが起きたらですね、本当にね、あれなんで、ちょっと私としても、15日まで待って、それ以降はね、クリスマスも大晦日もあるわけですけれども、その時には楽しくね、過ごせるようにですね、しておきたいなというふうに思っておりますので、またね、家で撮る動画っていうのも増えたりとかね、するかもしれないですけども、ちょっとそこら辺ね、引き続き楽しくお付き合いいただければなというふうに思います。これはもう本当にもう神様から与えられた期間ということで、もう本当にね、妻と子供と一緒にですね、楽しく、3人で過ごして、はい、またいいね、まだ12月入って、年はね、まだ2020年終わってないですけど、いい2021年が迎えれるように、ワクチンとかね、そういった話もあるわけですからね、2021年はね、自由に旅行ね、子供と一緒にね、行けるようなね、ようになってればいいなというふうには思いますね。というので、いや本当にでも残念です、本当にね、先日沖縄の動画も出しましたけども、あれもね、沖縄コンベンションビューローさんと、あとはね、日本航空 JAL さんと一緒にね、動画撮ったということで、いやーね、そういったね、活動も
ね、だんだんこう、まあ今まで自分個人でやってきたところからいろいろそういう風にやったりとか、ね、企業と、ね、なんかいい感じに8月9月ぐらいは過ごせてたんですけども、また4月5月ぐらいに戻ってっていう感じなんで、もう正直家でやるネタっていうのは出尽くした感はね個人的にあったりするんですけど、まあそこはね、まあ、知恵の絞りをですね、まあ、最近はね桃鉄も買いまして、セカンドチャンネルであるんですけども、そういったのをですねやってたりするんで、あれは非常に面白いんで、視聴者の皆さんと一緒にやってるんで、まあ、ちょっとここで宣伝しておこうかと思いますけど、ぜひそれもね概要欄にセカンドチャンネルのリンク貼っとくんで、一緒に皆さんやらないですか、せっかくなんで、はい、というので、まあね、大阪府民の方は本当に私含めてあれですけども、ぜひぜひね、うん、まあこの期間をね乗り換えるしかないですね、はい、というので、まあ、そんなお話でございました、はい、というのでちょっとねピコピコさっきなってたのはこんな感じで、はい、子供がちょっとカメラなんですけども、はい、動いててっていう感じなんで、まあ、はい、子供を呼んでおりますので、まあこんな感じでね、ちょっとこんな感じ何回言ってんだって話ですけども、はい、ちょっとというのでちょっと待ってね、はい、ということで娘がちょっと呼んでたので、ちょっと一緒にという感じでミルクが欲しそうですね、はい、というのでちょっとこれからミルクをあげようかと思いますけども、はい、またなんかね、こんな企画なら今やったらいいんじゃないとかね、なんかそういったアイディアもね、もし皆さんあればぜひともこの機会に教えていただければと、ぜひとも皆さんアイディアいただければと思います、はい、ということでこんな感じでちょうど子供娘の手を振ってるというかたまたまなんですけども、はい、こんな感じでね今回の動画を終わりたいと思います、というので、まあ、無事これからねまたね大変な時期になってるんですけれども、うん、無事ね乗り越えれればなというふうな願っておりますので、まあじゃあこんな感じで一緒に、はい、バイバイはできないねでも娘はだんだん大きくなってね、はい、ミルクもたくさん飲むようになってます、順調に育っております、クスク、いやー外出自粛要請ということで、はい、ご報告でございました、はい、こんな感じで終わります、それでは Wait.